ていうのとそうじゃないコップっていうのがいろいろあるんですけれども、でもどんなに当たるコップでもずっと貼りっぱなしてると女性の方っていうのはあずっとこれねっていう感じにやっぱりなってしまうので、もうそこはもうあの常に新しいものに交換していかなくてはいけない使命に駆られて作るんですけれども、あの、まあ、たまたまちょっと、まあ、セミナーを受けてきたヤスのアウトプットがありまして、まあ、大体いつもこういうのを受けてきてこういうことだったんだっていうのは聞かされるんですけども、あの女性の方、まあ、男性の方、人間の心理っていうのはなんか問いかけられると答えたくなる心理っていうのがあるっていうのをその時はすごく胸に残ったので、じゃあお客様にも変えてみませんかって聞いてみようかなと思って、あのそういうフレーズをちょっと入れてみました。でそうすると多分お店でこれを見た時には別にこれを買おうとかあのなんかしようとは思わないと思うんですけど、スキンケアを変えるって思った瞬間に自分のスキンケアはどうなのかってきっとお客様は毎朝毎晩のお手入れの時にちょっと思い出すかなと思いまして、で、まあ、そこから例えばあ今使ってるやつはいいけどもっといいのがあるなら使ってみようかなとか、あの今使ってるものだとあのいまいちなんか潤い感が足りないかなとか、そういうことをお客様がもしかしたらうちに帰って実感していただくきっかけになるかなと思って、書いてみました。なので、まあ、最初はこれを見てあのそのまま胸に残してもらって、次ぐらいに来た時にそういえばこの方向を見てあのちょっとスキンケアのことでねこういう時どうしたらいいのかなとか思ったんですけどっていうような反応があのちょっと期待しているんですけれども、まだちょっとあの貼ったばっかりなのでそういったあの反応はまだちょっとあの集計は取れていないんですけれども、そういったことをちょっと狙って書いてみてあるコップです。まあ、あのそれの商品なんかにもちっちゃなコップとかをつけているので、まあ、これってなった時にはすぐ説明できるような形